everyone out there in internet land. Sorry to keep you waiting for the third installment. Okay, here we go with Studio Shinri TV. Studio Shinri TV, Volume 3. Studio Shinri TV の第3回目です。ありがとうございます。私、この番組のプレゼンターを務めさせていただきます。モリーです。世間はもうすっかり秋ですね。夏があっという間に過ぎてっちゃった感じですけどもね。夏といえばモーリー数年ぶりにメガホンを撮りました。映画を撮っちゃいましたね。はい、まあ、8月だったっていうこともありまして、ホラー映画です。タイトルはゼロ系統って言います。何かちょっと路線バスですね。これのゼロ系統です。内容をちょっとご紹介しますとですね、よく死のお迎えが来るって言いますでしょ。そのお迎えをバスにしてみたっていう感じですね。そのまま乗ってっちゃうと死んじゃう。でも勇気を出して降りると息を吹き返す。そういう怖いバスのお話ですね。で今もね、実は撮影中なんですね。でもモーリーここにいます。はい。いや、待たしとけばいいんですよ。はい。僕がね、モーリーがね、監督ですからね。僕が監督ですから。はい。予告編をね、今日のコンスタンスシネマで流しますんで、そちらの方ぜひお楽しみに。はい。で、今日はですね、今日はじゃない、今日もだね。今日も、マイベストパートナーの、キメラ君を呼びたいと思います。キメラ君！皆さん、こんにちは。お元気ですか？キメラは元気です。キメラ、最近、ことわざにハマってるんですよ。おう、まあね、まあ、いろんなことにね、興味を持つことは、いいことだよね。うん、例えば、どんな知ってる？例えば、最近チョイスしてるのが、成功うどくかな？成功うどく？どういう？世の中の煩わしさから離れて、ゆったりとした心静かな生活を送ること。なんかあれだね、一発目から意味深だよね。まあいいか。他にはとか、あと右といえば左とかいいよね。なんか引っかかるよね。なんか引っかかる。まあいいよ。モリもね、言葉だ知ってますよ実は。例えばこれはまかぬ種は生えぬ。これどう？あ、それ知ってるから。あ、で、告知なんだけど、今回からキメラの新コーナーが始まって、題して、キメラのことわざ辞典が始まるんだ。ちょっと待って、そんなの聞いてないよ、俺。何それ。これは、キメラが2回目の放送が終わってから、アメリカに旅に行って、その時にこのコーナーを思いついたんだ。また、番組中盤に挟むから楽しみにしといて。じゃあねー。長くなっちゃいましたね。申し訳ございません。さあ、今回もですね、第3回目、豪華ゲストにお越しいただいております。監督のね、ブログにも書いてありましたけどもね、今回のゲストの方とモーリーはね、絶対に噛み合わないと。まあ、でもそこがね、すごい面白いから、ぜひ見てください。そういう内容が書いてあったと思うんですけども、決してそんなことはありませんよ。ね、しっかりトークはね、噛み合いますからね。まあ、クラッチ踏まないでセカンド入るぐらいですっごい噛み合いますからね。はい、それではご紹介いたしましょう。僕のマブダチ、藤原浩二くんです。はい、ありがとうございます。はい、もうどうもお越しくださいましてね。いや、もういいよ。はい、ね。あ、どうぞ、はい、座ってください。はい、どうぞ。はい、いきます。はい、どうもです。おいしょ。はい、それでは改めてご紹介いたしましょう。スタジオ心理の無敵の鉄砲玉一匹狼の藤原浩二くんです。はい、どうも、はじめまして、藤原浩二と申します。いや、それにしてもすっかり秋ですね。もう職場の彼岸花がもう枯れかけてました。あら、はい、よろしくお願いしますね。よろしくお願いします。はい、はい、どうも。はい、藤原浩二くんはですね、スタジオ森林の中では珍しく表情で演技ができる、そういう俳優さんなんですね。この素晴らしい演技が光る出演作品をダイジェストでご紹介したいと思いますんで、キューお願いします。はい、それではご覧ください。どうぞ。キメラ！くそー、こうなったら最後の手段だ。パミュータに変身してやる。はっ！
私の昔恋人みたいなもんや、うん、戦争で死んじゃったん。ああ。